テーマね、探ろうと思うんですけども、あの、高畑勲をですね、泣かせる映画が嫌なのと同じく、戦争反対の映画をもう作るつもりはないと。これ、あの、三鷹市のですね、平和集会の講演でも言ってるんですよ。私の蛍の墓を見て感動した、戦闘反対っていう人もいるけども、 あの、そんなことはないと。そんな効果は全くない。なんでかっていうと、あの、どんなに辛いのを見せてもですね、こんな辛い思いは絶対に嫌だとなったら、だから戦争はしないぞにはならないと。私は日本人っていうのもとことんよく知ってると。日本人っていうのは、っていうかあらゆる民族は、こんな辛い思いをしないためにも軍事力が必要だとか、<laughs> こんな辛い思いをしないためにも、すぐそこにある脅威に対して、まあ、普通の国になろうよって言い出す国だと。それが日本であれ、それが日本人であるっていうふうに高田さん 高畑勲は,はっきりと何度も言ってると。なので、公式見解ではですね、高畑勲夫はですね、高畑勲夫監督が本作品で書こうとしたのは、困難に立ち向かい、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女ではありません。決して切り開くことができない、戦争という状況の中で死ななければならない心優しい現代の若者の姿です。現代ではデジタル機器が発達し、煩わしい社会生活から離れ、ある程度自分の世界に籠ることも可能になった。 そのような時代であればこそ聖太の心情がわかりやすいのではないか、えー。兄弟だけで小さな家族を作ろうとしている聖太に社会的なつながりをわずらわしく感じる現代の若者との類似的なつながりを見出しているということ。しかし戦時中ではその社会的なつながりを排して兄弟だけで生きることは叶わなかった。そこに悲劇があるとも言えるのです。というふうに、まあ、高畑さんは言ってるわけですね。で、これね、どういうことかっていうと、実はあの冒頭のシーンですね。 えー、セータがですね、そう、ま,ま、のたれ死のシーンでですね、ちゃんとのたれ死にかけているセータにおにぎりをあげてる人がいるんですよ。つまり、なんかあの、こんな時代でも、あのー、これあの、セータの主観どっぷりで使ってみたら、 もうみんな鬼のような人たちで誰一人助けてくれないというふうに思うんですけども、ちゃんと頭を下げてお願いすれば、こんなご飯がない時代に何の見返りもなくおにぎりをあげる人がいるんだよっていうのを一番最初に見せてるんですね。だから、こいつがこうなったのは戦争のせいでもなければ、なんだろう、時代のせいでもないんだよっていうふうにはっきりと戦っていつは冒頭に言い訳ができないようにドンと見せた上で始めてるわけですね。で、 なんかこう、戦争が悪いとか貧しさが人の心を進ませたという話ではないと。あとそのテーマに関して僕気になるのは、なんで母親の霊は出てこないのかということなんですよ。あれほど節子は母親に会いたがってたから、最後幽霊となって兄と会うんだったら、そこに母親も霊になって出てきていいはずなんですよ。で、あんなにお兄ちゃん、あの、せいが会いたがってた、 お父さんも出てきていい話だ。もう死んでるんだから。だから最後は親子四人また揃った。だって親子4人で桜の下で写真撮ってるシーンがあるんですよ。だったらば死んでなんかこう、あの、この彼らには死ぬことしかなかったんですねっていう話なんだったら、そこになんか別に母親出しても父親出してもいいはずなんですよ。なんで節子と聖太の幽霊は2人だけなんでしょうか これが僕はこの本作品のテーマの一つだと思うので、まあまあ僕の考えるですね、岡田所の妄想と言ってもいいんですけど、の答えの方に行きます。えー、母親のいるですね、ような天国に行けないと。だからといって地獄に落ちるようなことがないと。こういうのをですね、ダンテの新曲ではですね、煉獄というふうに言います。煉獄というのは囚われる獄っていうことなんですけども、煉獄というのは天国に行けなかった人、行けなかったんだけど、地獄にも落ちなかった人の行く中間的なところで、 苦痛によって、苦しいことによってですね、罪を清められた後天国に行く場所というふうに、まあカソリックではされています。で、あの、これ、あの、周によるんですけども。で、聖太は煉獄に閉じ込められたので、1988年の現在、映画公開当時の現在でも、未だに自分の過去の過ちと、あと死んでいく妹を見せつけられると。だから、この無限の、 この無限の苦悩の高畑は、高畑さんは分かってるんですよ。高畑さん分かっててですね、気の毒にも彼は繰り返すしかないっていう,うに書いてるんですよね。あの、かなり冷たい書き方なんですけども、生徒は精一杯生きたんだけども、あの、自分の、なんだろうな、最後の苦しみっていうのをずっと見せられていて気の毒なんだけども、それはもう彼は繰り返すしかないんだっていうふうに書いています。